で次なるは OM4 の、張り革を貼っていきます。貼り方の説明をいたします。まずは OM4 で、このうちの貼り替えキットですね。でこれは水でございます。水道水、水道水で結構です。ではまずここから貼っていきましょう。剥がしますね。で剥がします。そして裏を向けます。でここがテープ面です。テープ面、テープ面のこんなぐらい、こんなぐらいですね。こっちからこっちぐらい、半分よりはこっち。水塗ります。そうすると接着力弱まるんですよ。こっち塗ってあるところ、ほれ接着力がありますね。こっちはないんです。ここに合わせて、ここに、両方のに合わせて、枠に合わせて3というかヘリにね。でこう、でこういうものを使って、このなんですかね、ここの丸いボタンの周りをギュッとやっていただくと綺麗になります。こんな感じですね。はい、次はこちらですね。こちらも裏返します。でこれもちょこっとこっちぐらい、マウント側ね。でこう合わす。でこのマウントにきっちりくっつける。ここがちょうど合いますんでね。でここと3を合わせて、はい、OK です。はい、次裏いきますね。裏もこうです。まああんまりこれ塗る必要もないような気もしますけどもね。あと全部もう結局全部一緒です、やり方は。塗れてると何がいいかって、こうこういうことができるんですね。でこっちはもうよし、これで。はい、貼りました。こっちも一緒。いますよ。でこんな感じです。横もきっちりなってますね。そう、この辺、ここも、ここも、ここも。はい、出来上がりました。この状態でですね、水が乾くのが大体まあ半日から1日、それぐらい待ってから使ってください。剥がれたらまたもう一遍押さえると。よろしくお願いします。以上です。